はい、こんにちは、B レジェンド上野です。今回は、私が実際に実践しているトレーニングについてちょっと紹介をしていきたいと思います。やっていくトレーニングは、下半身の種目で、私が結構、トレーニング始めたての時から割と好きな種目で、やってます。ランジという種目を紹介したいと思います。このランジの魅力に感じるところは、割とその場所を選ばず器具を選ばず、できるところとで、重さに関して、スクワットだったり、マシンのレッグプレスだったりのように、重さを積まなくても、しっかりと疲労させれるところが、魅力だと感じています。まあ、重さを積めば積むほどやっぱり怪我のリスクも上がるというふうに感じておりますので、その辺、初心者向けという言い方もできますし、上級者の方であっても、特にお尻だったりを発達させたいような方にはすごく、おすすめできる種目だと思うので、それを紹介できればと思います。はい。まあ、動作としては何も持たないで行うと、まあ、今回紹介するランジもいろいろバリエーションがあるので、それを全部紹介は今回なかなかできないんですけど、一番そのスペースを取らずに、行えるランジを今回は紹介したいと思います。まあ、直立で立ってもらって単純です。片足ずつ前に踏み込む。で、何も持たない状態だと、まあ、一つは体の前で手を組むのもありだと思います。こんな感じ、で、動作のポイントです。足の出し方、かかとからつくようにして下ろしてあげると、やりやすいです。で、あとはついた後にしゃがみます。で、ここから足1回で帰ってくるようにするというのもコツです。で、今ちょっと体がふらついたんですが、その辺ふらつかずに行うということも意識すれば、本来下半身の種目なんですが、よくそのスポーツとかで体幹を鍛えるようなというような話もありますが、体幹も一緒に鍛えられている種目であると思います。はい。では、ちょっとこうダンベルを持ったバージョンでも少しやってみたいと思います。で、特に下ろした時にこの辺、お尻が伸びてる感じを味わえれば、特にお尻に刺激が入りやすいかと思います。で、まあ、味わうといってもなかなか最初のうちは難しいと思うんですが、このお尻に対して体をちょっとこっちに入れるようなイメージ。出した足の反対の方の肩をちょっとだけ前に出すようなイメージで動作を行うと、お尻がさらに伸びます。このランジもバーベルを担いだりスミスマシンを使ったりということもできるんですが、このダンベルだったりその何も持たない状態っていうのは割と上半身が、自由に動かせるので、そういったところで負荷を与える、ついて少しだけ体にひねりを入れるということで、お尻への刺激を高めることができます。はい。それではダンベル持った状態で少し連続してやってみたいと思います。はい、以上です。